人事部長の長谷上です今回はですねまあ、今本当にこう世の中をざわつかしている、まあ、新型コロナウイルスについてですねお話ししたいと思います。まあ、といってもですね私はドクターじゃないので別に医療とか医学のことについては語るんではなくてですね働き方とか、まあ、人事とか経営っていうことについてお話をしたいと思います。まあ、この ね、今回のその新型コロナウイルスっていうのは、まあ、当然予想されていたことではなくて、まあ、突発的に、まあ、中国発で、まあ、起こってきたことで、まあ、今はね、えー、非常にこう全国的にも広まりつつあるっていうところがあるんですけどもまあ、そんな中で,ですねやっぱりこうそれが経済にどういう影響を与えているのかっていうことなんかもですねやっぱこう見ていく必要あるんじゃないかなと思います。まあ、特ににそのの経営者の方においてはですねやっぱり 売上が立たないっていう状況になりかねないっていう部分もありますよねまあ昨日経営者の仲間のあ経営者のまあ、塾がありましてですねまず、あ、今サポーターっていうのをや,やらせていただいててそこに参加した時にまあ、住宅コムテンさんの経営者の方から聞いたのは部材が中国で作ってるまあ中国に工場がある部材そこからまあ日本に入れる 入れてるわけなんですけどそのメーカーさん自身がですね、部材住宅の部材メーカーさん、で今はまああのある部品はもう今在庫切れみたいなことで、まあ、最終的にま住宅の引き渡しができないというようなお話も聞いております。だからまあ工事が進んでいって最後の段階でそのまあ元々 注文したいものがが部材がです、ね、は入らないと手に入らないというような状況があったりとか、まあ、あとはですね、まあ、飲食店なんかも見ると、まあ、私ここ、えー、と火曜日から昨日まで,です、ね、木曜日までまずっと夜会食をしていたんですけども、まあ、ほんと人少ないですね。であと電車に乗ってもですね普段よりもうん3割 23割ぐらいですかね、まあ、少ない感じはしますねであと月曜日の新幹線ね岡山へ出張でしたから新幹線乗りましたが、まあ、外国人の人少ないですねで、まあ、やっぱり普段よりも人が少ないというのがありますだからまあほんとこうサービス業とかにはまあ大打撃を今与えているところもあるのかなというふうに思いますただ、まあ 一方でその外国人の方を中心にビジネスをやっているサービス業であれば、まあ、大打撃なんでしょうが、うんまあ、日本人を中心に相手にしているビジネスであれば、まあ、それほどでもない部分もあるのかなと思ったりはします。でこんな状況を見た時にまずですねこうやっぱりこう働き方う っていうことこを考えた時に何を考えればいいかというと、まあ、結局やっぱり出社できない出社をまあするなという例えば指示が会社側から出た時に、まあ、でも仕事が滞る場合ってありますよね。でそうなるとやはりこのオンライン だったりネットで仕事ができるようなまあテレワークとかまあもしくは在宅勤務みたいなことでですねそれで可能なものに関してはどん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 この機会をまあきっかけにシフトしていってもいいんじゃないかなとだか要は会社に行かなくてもできるような仕事があればですね別に場所を選ばないしそれ自宅でやったっていいわけだしテレワーク的にやったっていいわけですよね。そういうよういよな働き方に、まあ ここの機会にどどどどんどんんどんシフトしていいくということうです、ね、まあそうすると本当にこれ人件費的にもまあ圧縮できる部分も出てくるでしょうし無駄がどん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 排除されてくるという部分も出てくるのでまあいい意味で今回はその働き方っていう部分を見直すきっかけにされることがいいのかなとまず思います。まあ、それとですねやっぱりこう とは言っても直接こうビジネス上ですねサービス業のような形でえまあいわゆる店舗があるようなビジネスですねその場合っていうのは人がやっぱりそこに行かない限りはお店って開けないのでその事務的な仕事と違ってリアルに人とまあ接する介するような仕事っていうのはうんまあこれはですね短期的にはこれ難しいんですがやっぱりこう希望を追うビジネスというよりももう 小さく利益を最大限上げるというビジネススタイルに変えていくのがあのどとても大事なのかなというふうに感じます。だからまあそういう意味ではこの京都でですね岩屋の夜明けとかに出られている百食屋さんですね。この中村さんという方の著書なんですが「売り上げを減らそう!」っていうですねこれ斬新なタイトルですけどもこれ何かというとですねもう一日のこの 作る食事の量決まってて、まあ、それが売り切れたら早めにもう店を閉めるということですねだから、まあ、規模を追わななないいいっててうススタイルですすサービス業ととしてはこれ理想な姿かなと思いますだから例えばまあスナックとかもそうなんですけども、まあ、人についてるビジネスですね人についてるビジネスほどサービス業のようなここは売上の最大化っていうかその大きく大きく規模を やっていくと今回のようなこの新,新型コロナウイルスのような出来事があった時にもう,こう売り上げが全然立たない状況になってしまうのでもうどん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 立ち行かなくなってしまう可能性もあるので、まあ、こう規模をそんなに追わないっていうビジネススタイルに、えー、まあシフトできる会社さんはシフトした方がいいのかなっていうふうに私は感じております。 でまあもうとはいっても例えば建築現場で働く方々なんかは当然人の手が必要なのでその場所に行かないといけないってこともあったりするわけですよねだから当然その全部が全部ビジネススタイルってのは変えられることではないんでしょうけども、まあ、今後はやっぱり、えー、オンラインでできることはするで、えー、そうじゃない、まあ、リアルビジネスをやってる場合には、えー、希望を負わない。 部分が私はととても大事かなと、まあ、利益は追求する必要あると思いますす利益は追求るる必要あると思うんですけども、まあ、あとはその店舗飲食,飲食店のような店舗だったらその客席数が決まっているのでそれを何回転するかっていうところに注力していくっていう方が、えーまあ、何店舗もやるよりかはですね1店舗もしくはもう本当数店舗ぐらいでですね えー、売り上げを最大限にしていくっていうことで、まあ、利益を出すことの方が、えー、これからは時代的にはそちらの方がですねん重要なのかなって私は感じております。まあ、ということでですね、まあ、働き方あ、まあ、こ今回の、ね、新型コロナウイルスにおいてその働き方っていう部分に関してですね まあ、オンラインで何か物事をできるんだったらするしそれが在宅勤務とか、まあ、テレワークという形の働き方っていうふうに、まあ、今社内の中の仕事をちょっとこう見直すきっかけにされることがまあいいのかなと思ったりするんですね。であとは、まあ、あのビジネスモデルですね、まあ、ビジネス的な部分で言うと、まあ、サービス業のようなまあビジネスに関しては、まあ、規模を覆ってしまうと えー、今回のようなことが起こると全店舗に影響を与えてしまったりするので、まあ、規模をそんなに追うことなくやはりこの百食屋さんのようにですね、えー、この数店舗でですねこう、まあ、このどんなに売れても百食限定で <laughs> やってるとかですねだからそういうふうなんスタイルがんー、まあ、これからビジネスとしては重要度が増すのかなと思っております。 はいということで今回は以上になりますぜひチャンネル登録をお願いします